ハンマケの本家のハンマヨ先生です。ハンマケはね、日本よりか古いんで、歴史は日本じゃないです。現在は日本ですけどね、日本よりか古いです。世界になります、本物貴族とはね。で、ちょっと話しやすくなったんですけども、アメリカのね、食事、軍事での食事っていうのは、まあ、非常にいいんですよ。厳しい仕事だからね、食事は贅沢に食べさせなさいというのがね、アメリカ人たちとの、ね、会議で私も参加して、一致したことなんですね。アメリカの軍事の責任者としてね、私も勤務して決めたことなんですね。で、まあ食事は良くないといけない。ただ、太りすぎはね、食も外してます。で、これも私が決めたことなんですけども、あまりにも太りすぎた場合は、食務をちょっと変えてます。食事を減らしなさいというか、または、減らさせれる運動が多いところに勤務させて、体を痩せさせます。そういうふうにしてますね。で、まあ敵とかロシアだってそういうふうに私は言ってるけども、まあ各自のやり方でね、やってまして、私の言うことは聞かないときは聞かないで、別に構わないしということですね。で、その職務で一番いいものは残ってるわけで、ほとんど私は役人として残ってるわけですね。世界中。ということですね。中国も同じです。中国はね、やっぱり同じように「君が代」の名前の岩を私なんですけど、それで呼ばれてるんですけど、歌われてるんですけど、父も実も同じ名前ですね。それと同じようにね、架空に動くんですね。私の存在をよく聞いててもね、知らないよというふうにして、また下の方では分かんないようにして、育てるわけです。全部地球上、私上の生物なんでね、人間上の生物って私が言ったことで動く、または聞かない、別に自由なんですけど、そうやってます。で、私は何の責任も取りませんし、それに対して話を聞いた時は報酬をもらってますということですね。お金でなかったら僕の防衛の軍事に、回ってもらうとかね、そういう力関係が大きいんで、そういうふうな動きで全部、地球、人間たちとの関係があります。だから全員聞かないことはしょっちゅうありますよね。そういうことで。ただ私通ると、正しいところは全部通ってしまうんで、動きやすいんですね、大きい会社もね。地球上全部通ってしまいますから、私が、許可できるものはね。だからそういうことですね。